続々と登場、弥生の皆さんでございます。拍手をお迎えください。ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりでね、はい、ね。さあそして、はい、交渉連の皆さんですか、失礼、弥生の皆さんですね、はい、ゆっくりで結構です、我々が終えてませんはい、まずは弥生の皆さんでございますね、はい。さあゆっくりお進みください。そして交渉連の皆さんでございます、ね。さあそして出田舞神楽の皆さんでございます、さあ出田舞も本当大所帯ですからね、はい。いやー、この光景も見納めになるんですよ、会場変わりますから来年はね、ね。さあそして水戸藩よさこい連の皆さんでございます、お疲れ様でした。さあそして決勝ステージに進みました、せいやの皆さんが続く感じですかね、はい。以上決勝ステージに駒を進めた8チームです。今一度大きな拍手をお願いいたします。宇頂天秋田大学よさこいサークル、よさとせ歌舞伎、青森花梨坂組、弥生、交渉連、出田舞神楽、水戸藩よさこい連、せいやの皆さんでございます。はい、ゆっくりやりましょうね、まだ時間結構早めですから。そして代表の皆様が登場でございます、大きな拍手でお願いします。ここでも言っちゃおう、宇頂天秋田大学よさこいサークル、よさとせ歌舞伎、青森花梨桜組、そして弥生、交渉連、出田舞神楽、水戸藩よさこい連、そしてせいやの皆さんです。さあ結構早めに始まりましたけど大丈夫ですかね、このまま進んでもね。いやー、もうあっという間だね、2日間ね、はい、うん。このあとほら決勝、あ、写真も撮っていいですよあのお気楽極楽な時間3分ぐらい使いますね、皆さん、はい、もう後ろ見てください、たくさんの方に見守られて、この時間ね、ありがとうございます。ありがとうございます。3連休でいろんなイベントあったんだけど、みちおさん選んでずっと見てくれた、嬉しいっちゃね、ありがとうね、はい。さあということでこの後でございますが、もろもろ準備が整いましたら発表いたしまして、はい、決勝のチームの皆さんはここで演舞を狂いようと思います。下はいいんですよ、なんで上で撮ってるんですか何をやってるもうすぐ緊張感を今発表するんですからね。宮城で言うところのおだずもっこって言葉があるんですけど、おだずもっこですもっこね、そんなわけでございまして、どうですか、なんか聞いてきましたか、大丈夫ですか、はい。さあこの後審査員の皆さんがねステージでご登壇いただくような流れになっておりますけどもね、審査員の皆さんはどうでしょうか、はい、ね、ね、はい。ちょっと早いからもしかしてまだね、一応結果もらってますもらってますけど、まだあじゃないかこうじゃないかってね、例年あったりするんですよね。ですからね、はい、審査員の皆さんも登壇いただきまして、まあこちらの資料ですと42分頃からスタートしたいなという流れでございますけどね、まだ時間がありますからね、4分ほどあります、はい。じゃあもう時間もあるので代表の方に一言ずつ聞きましょうかね、まずね、そんな時間もいいです、一言よ一言ね、はい、もうダメです、ダメですよ、もう全然見えてましたもん、はい、一言お願いします。はい、ありがとうございます。皆さん本当に2日間お疲れ様でした。そして応援くださった皆さん本当にありがとうございました。この第27回みちのくよさこい祭りも今日で終わりです。また来年、またみんなで会いたいと思いますんで、来年のエントリーもよろしくお願いします。
それ僕やるんで一言でいいです、はい、一言もらえますか、よさとせ歌舞伎さん。私たちは大学生チームで初心者ばかりのメンバーで、すごく、練習をとにかく練習して、頑張ってきたので、こうやって決勝ステージに立つことができて本当に光栄に思っております。ありがとうございました。皆さん申し訳ない、一言でお願いします。一言で、はい、青森花梨桜組さん、はい、いかがでしたか、一言。今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。それがいいです。はい、すいません、弥生さん行ったでしょう。審査員の人がすごい温かく受けて、すごい楽しいイベントでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません。はい、そして、こちらですね、高所連、はい、楽しかったです、はい、はい、すいません。そしてレナ・マイカグラ、レナ・マイカグラ大賞を取りに来ました。結果待ちたいと思います。はい、すいません。水戸藩、この素晴らしいチームの方たちと踊れてとても嬉しかったです。ありがとうございました。はい、すいません。そしてセイヤ、結成20年、このファイナルで踊るのが夢でした。すいません、前でいいです、僕じゃなくて。はい、最後一言、頑張りました。はい、すいません、ありがとうございます。最初喋るかな。さあ、お時間でございますからね、審査員の皆さんいかがでしょうか。はい、ステージの方に登壇ください。あ、もういらっしゃったのね。すいません。はい、ね、大きな拍手でお迎えください。はい、審査員の皆さんでございます。お疲れ様でございます。方によろしくお願いいたします。さて、揃いました。ここからはコンテストの結果発表に移ります。踊りたい人がいる、作りたい人がいる、応援したい人がいる、東北は一つを合言葉に、いろんな情熱が集まり一つになった、仙台道の駅よさこい祭り、この葉が色づく道の駅が一年で最も熱くなる日、昨日今日踊る喜びにあふれたこの2日間、森の都仙台はさまざまな彩りに染まりました。これからもこの祭りが澄んだ秋空の下、踊りたい人、作りたい人、応援したい人が一つになって歩んでいく祭りでありたい。仙台の街に集まった112チームの皆さんが全身で示す熱い思いは、舞台の上で輝き、勇気と元気と感動を届けてくださいました。第27回仙台道の駅よさこい祭り、これからももっと東北の町とともに、これからももっとこの感動を目指して、それでは第27回道の駅よさこいコンテスト大賞の発表をいたします。頂上
道の区よさこい大賞弥生殿キーチームは第27回仙台道の区よさこいコンテストにおいて磨き上げられた迫力のある演舞で森の都を彩り多くの人に感動を届けました。ここにその栄誉をたたえこれを称します。令和6年10月13日仙台道の区よさこい祭り実行委員会実行委員長菊池文弘おめでとうございました。上場の授与です。おめでとう。がっちりと拍手をなさいました。さあそして続いて盾の授与です。欅の盾です。はい、おめでとうございます。そしてもう一つ、また対象のチーム様にはお茶の井桁株式会社様より呪術廻戦でも取り上げられて知名度も全国区になった仙台土産の菊池が贈られます。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、それでは一言ずついただきましょう。なんだ、目に涙だな。どっちから聞く、こっちからか。はい、一言いかがでしょう。いやー、ちょっと1年間自分たちがこの作品作ってきてやっと報われたなって思います。この地で踊れたことが本当に嬉しく思います。ありがとうございました。大賞が取れて本当に嬉しいです。ありがとうございました。丁寧にオフしました。実行委員長、写真はいいですか。はい、せっかくですからどうぞ前の方にね。はい、ちょっとマイクがちょっとずれた方がいいですね。はい、さあそれではね、カメラ持ってる方いらっしゃいますか。はい、さあ大賞弥生でございます。はい、ということでありがとうございました。一旦お戻りください。さあこの後ね、大賞演舞を踊っていただきますからね、優秀の美収めてくださいよ。はい、さあ続いてはですね、各賞の発表を行いたいと思います。続いて宮城県知事賞の発表でございます。こちらは審査において総合得点の順位が2番目のチームに贈られます。それでは参りましょう。宮城県知事賞は根田舞神楽でございます。代表者2名前を進んでください。宮城県賞は宮城県経済商工観光部観光戦略課総括課長補佐緒方めぐみ様より授与されます。賞状、宮城県知事賞根田舞神楽殿。木チームは第27回仙台道の区よさこい祭り道の区よさこいコンテストにおいて当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえこれを称します。令和6年10月13日宮城県知事村井義弘代読でございます。おめでとうございました。はい、おめでとうございます。賞状授与でございます。また副賞として閖上の港から伝統の味を今に伝え続けて百有4年の株式会社笹直様より仙台名産の笹かまぼこ揚げかまぼこのセットが贈られます。東北よさこい協議会副会長、欧州よさこい in 水沢実行委員会会長小野純様、お願いいたします。お願いします。すいません。はい、まず尾形さんからお渡しいただいて、はい、ありがとうございます。はい、それでは副賞の方お願いいたします。はい、おめでとうございます。レナ舞神楽に大きな拍手お願いします。続いて仙台市長賞の発表です。こちらは審査において総合得点の順位が3番目のチームに贈られます。仙台市長賞は青森花嵐桜組の皆さんです。おめでとうございます。代表1名は前を進んでください。仙台市長賞は仙台市観光文化観光局観光課課長草川和彦様より授与されます。賞状、仙台市長賞青森花嵐桜組殿。
キーチームは第27回仙台みちのくよさこい祭り、みちのくよさこいコンテストにおいて当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえ、これを称します。令和6年10月13日仙台市長郡和子代読でございます。青森の愛が感じる大変素晴らしい演舞でした。どうもありがとうございました。はい、賞状授与でございます。おめでとうございます。続いて仙台商工会議所回答賞の発表です。こちらは審査において総合得点の順位が4番目のチームに贈られます。仙台商工会議所回答賞は仙野の皆さんです。おめでとうございます。代表1名前へお越しください。仙台商工会議所回答賞は仙台みちのくよさこい祭り実行委員会実行委員長菊池文弘より授与されます。賞状仙台商工会議所回答賞聖夜殿、キーチームは第27回みちのくよさこいコンテストにおいて力強い演舞とそのチームワークで多くの人を魅了しました。ここにその栄誉をたたえ、これを称します。令和6年10月13日仙台商工会議所回答藤崎三郎介代読、おめでとうございました。はい、賞状授与でございます。おめでとうございます。続いて仙台市議会議長賞の発表です。こちらは審査において総合得点の順位が5番目のチームに贈られます。仙台市議会議長賞は宇宙天です。おめでとうございます。代表1名前へお進みください。仙台市議会議長賞は仙台市議会議長橋本圭一様より授与されます。賞状賞状仙台市議会議長賞宇宙天殿、キーチームは第27回みちのくよさこいコンテストにおいて力強い演舞とそのチームワークで多くの人の心を魅了しました。ここにその栄誉をたたえ、仙台市議会はこれを称します。令和6年10月13日仙台市議会議長橋本圭一、地元唯一のチームとしてよく頑張っていただきました。これからもさらに感動を与えてください。よろしくお願いします。賞状授与でございます。おめでとうございます。続きまして特別賞として歌舞伎振興者賞の発表です。この賞はよさこいならではの魅力があり地域や伝統への思いが伝わってきたかという一よさ点が優れたチームに贈られます。家屋振興者賞は青森花嵐桜組ダブル受賞です。おめでとうございます。代表者1名前の方にお越しください。家屋振興者賞は家屋振興者事業局失礼しました事業局次長兼事業部長畑俊之様より授与されます。賞状家屋振興者賞青森花嵐桜組殿、キーチームは第27回みちのくよさこいコンテストにおいて力強い演舞とそのチームワークで多くの人の心を魅了しました。ここにその栄誉をたたえ、これを称します。令和6年10月13日河北新報社代表取締役社長一力正彦代読でございます。非常に感動しました。おめでとうございました。はい、賞状授与おめでとうございます。ダブル受賞になりました。ほったってですね。はい、さあそして皆さんすごかったのでですね、ここまで駒を進めた皆さんチームに大きな拍手をお願いします。優秀賞ということで優秀賞が贈られます。ありがとうございます。さあということで以上表彰式でございました。ありがとうございました。さてここで道のくよさこい大会